welcome again to our show on OEHJP channel. Today we have Mr. Hida and Mr. Toma. Yes. Singer. Myself, Paul from Malta. Hi. Hello. Hello. Hi, arigatou gozaimasu. リビングリッシュ始めていきましょう。リビングリッシュというのはですね、住むという英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール大阪イングリッシュハウスの代表、私渡辺秀和と、今日はですね、マルタからポール、ちょっとイケメンポールがお手伝いしに来てくれてます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今回もゲスト、はい、はい、ご紹介しましょう。自分で自己紹介、英語で自己紹介してもらっていいですか。英語で自己紹介、はい。I'm a singer-songwriter. I'm a singer and sometimes I make my music and I sing by myself. And I sing mainly a Kansai area, sometimes either Korea or China. To have a live concert. バッチリじゃないですか。英語ペラペラじゃないですか。あんまり最近使ってなさすぎて、この前京都から、はい、英語の先生の友達がアメリカに京都から京都に来て、はい、もうその僕とその外人2人だけだったんですけど、はい、英語忘れすぎててやばいな。英語やってらしてたんですか。そうなんです。英会話に行ってて。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。でもホテルのブログとかもやってた。あ、そうですか。じゃあ外国人の対応したりとか。そうです。なるほどなるほど。今年ご紹介ではシンガーとか、たまに書いたりとか、そういうことなんですよ。最近ちゃんと書いてるって言いたかったけど、最近ちゃんと書いてないなって今思ってしまった作曲してないと。作曲してたとか提供しとったんですよ。ああ、なるほどなるほど。自分のためだけにもやってんなと思って。なるほど。あ、そうなんですね。はい、それはそれは。ではですね、はい、ですね、この番組はですね、はい、どこや、国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しくちょっとでも興味を持ってもらえたらなと、はい、そしてですね、ポールの英語のレスニングの練習もしていただければということで、はい、めっちゃドキドキしますね。うん、大丈夫、僕訳しますんで。はい、でですね、ポールから英語でちょっと質問しますので、それにちょっと答えてください。はい、はい、ポール、Okay. So, where have you been out of Japan? Where did your singing take you to? はい、なんて言ったか分からない。Where have you been? ということで、どこに行ったことがありますか。はい、ですね。日本でですよね。じゃあ、ますよ。アウトオブジャパン。アウトオブジャパン。はい、アウトオブジャパンということで、日本以外の海外ですね。I'm in China and Korea. Okay. Just in a day. Only two countries. So, I go America for trip.America as well. Portrait. Subarashi. No singing there. No singing there, just running. It changed in 1999 to 2000. That, okay. Yeah, so. 1999から。そうです。2000年にかけてのアメリカに遊びに来ます。そんな長いこと。いや、2週間だけ、その変わる時だけ。ああ、なるほど、なるほど。そのね、またぎにカウントダウンして、はい、なるほど。いや、いいじゃないですか。その表現の仕方、めっちゃいいじゃないですか。さすが。めっちゃ楽しかったんですよ。どこに行かれてたんですか。ロスですね。ロスから、ロスでカウントダウンして。ロスでカウントダウンしました。なるほど。クリスマスの、を経験して遊んで、そのまま、そのまま年越して帰ってきました。なるほど。なんかあります、ロスでカウントダウン、これ、日本とちゃうな。僕ね、車オープンカーみたいなところで、はい、こうやって乗りながらすれ違う車に向かって、ハッピークリスマス、ハッピークリスマスって言ったんだけど、はい、英語の先生が、はい、ハッピークリスマスなんてアメリカ人言わへんから恥ずかしいからやめてって言われて、メリークリスマスメリークリスマスって言ってって言われて、それめっちゃおもろいじゃないですか。もうテンション上がりすぎてそんなん言っとったんですよ。ハッピーニューイヤーや。そうそう、ハッピーニューイヤーやからハッピークリスマスとか言っとったんですよ。あ、でもまあまあいいと思う、日本人らしい。それってね、アメリカ人から言うと可愛いっていう、日本人そんなとこ可愛いわってよう言われますよ。ああ、それ日本語らしい英語だみたいな。そうですよね。僕あの時に勉強しましたね。で、初めて行って、僕初めてアメリカ1回しか行ったので、はい、なんかそういう、あ、やっぱちゃうなって思って。生の英語ってめっちゃ面白かったです。なるほど。
他なんかないんですか、アジア行って。結構お仕事で中国とか韓国行ったんですね。はい、なんかないですね。いろいろありますけれども、いろいろある中でこれ聞いてみたいな。そうですね、まあ、まず僕が一番びっくりしたのは、まあ、飛行機のリクライニングが壊れてて、はい、あの離陸と同時に僕のリクライニングが下がってる。それってコントじゃないですか。コントみたいな。そう、もうって感じで。それ緩かったんですか。いや、もう頭壊れてました。壊れてて、全く壊れてて、僕あんなにあの飛行機の離陸の G に向かって吹き切ったのが初めてです。それすごいですね。でも化けてこうリクライニングしていくっていう。そうです、そうです、そうです。もうそれで、キャビンアンテンダントの人が来て、すいません、リクライニングしないでください。いや、僕のせいじゃありませんほんまやね。そうそうそう、へー。それシート変わってもらうこともなく、そのまま。いや、もうだってもう離陸しとったから、あ、動けないですしね。シートだけが動くっていう。そうそうそう、もうあの時筋トレでした、何分間。で、その飛行機でどこに行ったんですか。その時はね、多分北京やと思います。あ、北京、どこから。韓国から。韓国から北京。え、韓国からの飛行機のリクライニングが壊れるんですか。そうです。結構珍しい感じ。日本船って結構ちゃんとした飛行機来るんですね。そうそう、だから僕は、あ、こんなことあるんだなって。面白いですね。他ないですか、他。他はですね、まあ、その中国とかで、ね、全部ね、誰がどこにいるってちゃんとやっぱり分かってらっしゃるんですよ。どうなんですか。あのパスポートとかホテル停止するんで、はい、誰がここに泊まってるのは全部把握されてて。なるほど。その、一文書いてる時に、はい、こんなとこに日本人がいるのはなぜだっていうことで、はい、公安がここを調べに来たんですよ。その時、周りに一人しか日本人いなかったんですよね。あの日本人が行くような場所じゃなかったんですよ。そもそも観光で行くような場所じゃなくて。そうなんですよ。で、そこに日本の名前で、日本のパスポートで泊まり客をして。そうですね、こんなとこに来るなんてなんだっていうことで。スパイちゃうかと。あ、スパイかわかんないですけどね、僕ちょっとドキドキします。僕こんなスパイいたら嫌でしょ。いや、わかんないですよ、でもそれは。ほんまですか。で、来てどうだと。捕まった。いや、捕まんないです。僕あの、もう出たいかんということでホテルに缶詰されて、ああ2時間ぐらい、2時間ぐらいで、もう向こうが対応してくれて終わったんですね。で、警察帰っていって、警察帰っていって出ていって、もう、そうそうそう、そこからもちろん自由に。へぇ、すごい体験してますね。すごい。でもめっちゃ大好きですよ、僕中国。あ、そうですか。あの皆さん、やっぱり行ったら優しいんで、めっちゃこうフレンドリーに。中国の方って、だんだん喋ってたら近寄ってきません？人と人との距離ですか。そうです、そうです。え、そんな考えたことないです。マジですか。まず僕いつもね、行ったら喋ってたらだんだん寄ってくるんで、だんだん下がっていくんですけど、はい、距離を保ちたいからね、はい、でも壁際に追い込まれて、こうどうしようもなくなってこう近づいてくるっていう経験を何度もしたことがあって。そんなこと怖いなと思ってるんですけど。ほんまですか。もう今のところないですね。ほんまですか。なんか一応僕は中国行った時もライブもあったし、はい、なんか音楽学校の先生もしたことあるんですよ、一回だけ。あ、中国。中国で一回臨時講師として。へぇ。だからみんなそんな寄ってくるっていうよりか、ちょっと距離があります。ああ、そうですか。逆に。そう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 。なるほど。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はぜひ、たんまり告知をして帰ってください。あ、そうなんですか。はい。僕、6月に、はい、これ、カメラに入ってます、これ。いけてます。大丈夫です。6月に僕 CD を出したんですね、このスタートという、はい、これね、松田純一さんっていう、ね、そうです、有名な編曲家をやってくれて、はい、浜崎あゆみさんとか、はい、成坂さんとかもやってくれてる方が入ってくれたんです、はい、今6月の発売になって、もうすぐ僕のプロモーションビデオが公開になりますので。中国で。いやいや、ここで、あ、YouTube です公開。YouTube です。そうそう、交換になりますので、はい、ぜひ、ね、見て、で、Amazon では、ね、買いますし、で、配信の方は各サイト全部やってますので、はい、ぜひダウンロードしてほしいなと思ってます。素晴らしい。へー、いいです。今日も歌います。歌います。いや、今からです。何時からどこで。1時半からのプロレスのリングの上で。あ、リングの上で歌う。そうなんです。今ね、僕の、まあ、この CD じゃないんですけど、はい、ファイティングハート2っていう曲が、はい、ひらがなが運がヒーロー、ビオルネンの。あ、去年の。去年ね、選ばれた。この去年、このイベントで
マスク、子供が作ったマスクの中の最優秀ですよね。はいはい、ビオフネ。それのテーマ入場曲にしていただいてるんですか。だから僕は、はい、それをあの自分のステージを歌ってビオフネに食べてる時に、はい、歌うとは聞いてますもん。なるほど。どんな感じで歌うかって分かんないですけど。へえ、素晴らしい。リングの上ではちょくちょく歌うんですか。いや僕ね、前に行った子で歌わせてもらって、いやリングで歌うことないでしょうね。こう今日また2回目でめっちゃ楽しみです、はい、ねえ、なんかリングってポンポンするんですよ。そうなんですよ、僕は前めっちゃ硬いもんやと思ってたらめっちゃ柔らかくて、ね、あの 歌も難しかったです。そんなところを見ていただいたら面白いですよね。リング乗る時も、はい、あの皆さんめっちゃかっこいいやっぱ入り方するじゃないですか、はいはいはい、で僕入ろうと思ったら全然かっこよく入れなかったんですよ。だから来てから3回ぐらい練習しました。なるほど。そうなんですね。そう、まあ、そういうところも注目しながら歌を聴いていただいて、はい、1時半から正面玄関ですよね。いや違います、どこでした。あれは公園ですね。公園、はい、公園のリングの上で歌うっていうんですね、はい、で、あと CD がスタート、はい、いつプロモーションでしたっけ。プロモーションビデオはもうすぐです。もうすぐ。カミングスーン。カミングスーンです。はい。はい、わかりました。じゃあ、ポール、you can close the show。Thank you for joining us. Sahida, Mr. Duomo. Thanks again. Bye. はい、バイバイ。